はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。じゃあ、トキです。今日はゲストにミストさんが来てくれました。なんか風邪っぽいらしいです。すいません、お邪魔します。マスクのまま行きたいそうです。すいません、大丈夫、ご了承ください。はい、バトルスタジアムやっていきたいと思います。皆さんはどんな順位でしょうか。トク、僕は1番切ってます。すげえじゃん。いやでも割とあのまま普通に石とか割らずにで、うん、5枚消費になったところから、まあ、しっかり勝つっていうのを前提に5枚消費でやってったら、なんとじゃあ2枚はとりあえずいきそうだね、このペースだと。いきそうっすね、うん。まあ、ただでもやっぱり最終日になるとやっぱ順位が入れ替わってみんなバタバタしながら、はい、どんどん石を使う流れになっていくじゃないですか、うん、その時にどうしようかですね。まあ今のところ最終日まではとりあえず1万は切っておいて立ち回ろうと思ったんです。ミストさんいかがですか。いや僕も結構寝ずに頑張ってて。え、はい、寝ずに頑張ってるとそれやばいでしょ。はい、で今だいたい2万7000位ですね。それやり方の問題だな、もういや、もうボケですこれ、うん、やり方の問題だ。え、じゃあパーセントは何パーセントぐらいなんですか。パーセント990とかですね。ほう、あでなんか300%ついて、いや300%ってか、このカップなんか優勝カップとかいろいろあるじゃないですか、うん、それ込みで、1150とかです。ほう、これはボケですよっていう説明されることありますそんなに我々疎くないですよ、ミスさん。すいません。まあでもちょっとね、私も頑張って1試合やっていきたいと思います。こっちにしようかな。金の試合 チケット5枚使いましたから。でも結構負けますよね、この。負ける、集中しないとまずい、はい、これ負けらんない。落としって半端なくないですか。半端ないです、うん、ですよね。なんかそういうバランスの調整もしてんだろうね。全部打っても普通に負けるっていうのがあるよね。ここまでに俺も5、6回割ったと思いますね、うん、はい。あー、早い。ミストさんはこのイベント、チームはどれぐらいの能力で挑んでます。 B とか A とか S とか。まあ、一応 A++ です、ね、うん、はい。で、まあ、あまりにも勝てないんで、あのキャッチャーだけ本当にもうガチサクセスで作った、まあ、SS2 の選手入れて、うん、まあ、ちょっと勝率上げたっていうの。へえ、そういうのも大事なんだろうね。はい、あのまあ 90% 減るくらいなら勝率上げた方がいいのかなっていうふうに、うん、意思を使いたくないっていうことね。そうですね。まあでもコメントでも結構来てますよ、投手はガチ面、ガチ面でいくみたいな。打たれちゃうもんね。はい、うん、まあ確かに、うわ、こういうことですよ。でもこのイベントガチで走ってたら相当ストレスたまるんだろうなっていうふうに思いました。うん、うわ、これ打てない。リトライで石使いたくないですもんね。そうですね、我々からしたら、うん、めっちゃ上がります。え、ミサさんは何位ぐらい狙ってるんですか。あ、僕はあの2枚が最低ラインで、うん、まあ、PR 大ジャンプ博士像がいただけるということで、うん、まあ、そこを最低目標にやっていきます、うん、やって最高目標は、最高目標も2枚です。あ、じゃあもう普通に2枚以内狙うってことね。そうですね、まあ、PR6 枚ぶち込んでプラゴにしたいと思います。なんないっしょ俺ちなみに PR は通ったよ。あ、マジっすか。うん、だから俺2枚通ればいいと思ってる。おー、うん、プラス3。コツ強いっすからね、ブラックドロイド。そうなんすよね。そうなんだ、見てない。キレ、ジャイロ、重い球、あとなんだっけ、緩急。緩急、うん、コツで言ったら今までで一番いいキャラなんじゃないですか。へぇ、はい。ちなみに俺金徳2つのやつが出て、すごいっす、うん、はい。そっか、じゃあ俺もやっぱりこの前話したように2万以内だよな。うん、うん、いや5枚消費3日間はやばいっすよ、すごいよね。なんでそんなことしたって思うよね、はい、でも思ったほど実際今日とか全然走ってないですけどね。うん、いや、そのトップなんか別ですよ。うん、その2枚入る入らないとかのボーダーラインのとこでまだそんな石がっつり割ってる人見受けられないんで、うん、まあちょっと、うん、だから最終日が本当に逆に怖いかなって俺は感じますね。はい、
今そんな動き出してない分、うん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 、ランキングトンザさん1位です。翔平平さん探しましょう、探しましょう。モテンシさん、カムイさんも頑張ってます。翔平平さん今度バルセロナさん飲み行く約束しました。そうなんだ、呼んでよ。あ、じゃあぜひ来てください、うん、行く行く、すごいっすね、行くよ。なんか今度東京の方に転勤される方なん、されるそうなんで、へえ、その時にぜひ。 いつ来月って言ってましたね。うん、行く行く、はい。いないね、どうやら。30いくつにいたと思うんですよね。ちょっと落ちたね。50位。あ、もうそんな落ちました。ペニーいると思うんですけど。いた。お、ほらほら、32。変わらないですよ、ずっとこの辺です今、うん。いや、頑張ってください、翔平平さん。いいよ、そんなわざわざさ、出してきたかのようにやんなくて。プレー、翔平、ヘイ、ヘイ。まあまあまあ、でもやっぱりね、ここの順位行くっていうのは大変ですよ。ミスターさん、最高順位って何位なんですか、今までのイベント。最高順位、うん、ミスターさん、まだ学生の時に最後の学生生活頑張りますって言った時全然だったじゃないですか。いや、あれはこれは本当に申し訳ございませんでした。全然です。僕が確か78位なんですよ、最高は。僕は400ちょいとかですか、ね、特は、うん、記憶にないですね。3000位とか。いやいや、もっと言ってますよ。もっと言ってんの。でもいくつっすかね。うん。あ、でも俺こっち系は走ったことないですね。確かに3000位とかかもしれないです。うん。グループ系の方は大抵グループで1位取ろうとして頑張ってるんですけどね。うん、いやでも俺勝たなきゃダメだな。俺ここら辺の人の中で俺ぶっちぎれだぞ。パーセントもまだ伸びるし、イベキャラがぶっちぎりすぎる。なんか、うん、もっと頑張んなきゃ俺。いや、反省してくださいよ。反省します、うん、でもやっぱさ、言い訳したくないけどさ、頑張るわ、うん、そう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 、そういうことっす、うん、頑張んなきゃダメですよ。俺多分びっくりするよ、特週末。俺もさ、奥さんの誕生日近いからさ、月曜日奥さんの誕生日だから。いや、言い訳しないって言ったばっかじゃないですか。頑張ります。すぐ頑張ります。はい、ということで皆さんはね、順位何位ぐらいでしょうか。なんかそういうコメント欄とかお寄せいただけたらと思います。こっから私まくっていくんで、毎日こっから順位上げるよ。マジですか。動画で。まあすごいっす、うん。まあ一言だけ、翔平平さんも頑張ってください。走ってる人みんな頑張ってください。体調には気をつけてください、うん、そこだね。奥さんにも気をつけてください。気をつける。最近さ、俺がこういうふうにさ、パープルやってると、ジン君もやるっつって来るんだよ。ジン君か、うん、うちの息子で。なんでか分かんないんだけど、ガチャのボタン押したがんの。危険でしょ。それは動画見てますね。動画見てるよ。敷かれちゃうこれ。だからそこをね、気をつけながら、寝たタイミングでガーってやろうかなと思う。そうですね、うん、危険ですね。危険危険。ガチャの引き方を覚えたら危険危険。はい、136個、朝起きてないとかね。危険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 。子供の前では読みましょう。ということでやっていきたいと思います。また動画でお会いいたしましょう。バイ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 。翔平平さん頑張ってー。